はい、はい、じゃあね、これあのもう早速2人とも着てる、はい、トップスからいきましょうかね。そうですね、はい、行きましょう。で今日は、トップスとアウター両方とも、はい、ステラシフォンさんの、ブランドのものになっていきます。はい、でまず私たち今着ているこちらのボーダーの可愛いトップスですね。プライスボーダープルオーバーっていう商品になります。くるっと回っていただいて、はい、襟元がちょっとこう横に開く感じですかね、はい、ここですね、ボートネックみたいな感じの横開きになってます。はい、でボーダーもシンプルに横にこうスッと入ってる感じで、肩がちょっと落ちてるデザインになります。切り替えがここになるので、はい、ちょっと落としたですね、あのドロップショルダーのアームになってます。はい、なんといってもポイントが裾から下の切り替えになっている、はい、このプリーズの異素材の切り替えの、はい、そうなんです、切り替えの切り替えのこれですね、はい、のデザインですね。ちょっと色が濃いから見えにくいと思うんですけど、プリーズになってますね。はい、で素材が違う素材が組み合わせてあります。はい、でカラーが、店長が、平手様が着ているのが、はい、ホワイト×ネイビー。ちょっと光の当たりの感じで、ちょっとわかりますかね、ちょっと白地にネイビーのボーダー。で、下のプリーツの部分も、ほんのりちょっとネイビーカラーのものになってます。はいはい、で、私が着ているのは、アイボリー×のブラックですね、はい。ブラックボーダーになってて、下のところも一応黒の異素材のものに、生地になってますね。で、お素材が、綿 100%、 身頃のボーダーの部分は綿 100% で、下のプリーツの部分が綿 66% にナイロンが 31% で、ウレタンが 3% ぐらい入ってるので、ちょっと伸縮性があるんですよね。はい、はい、で名前にもついてるフライスボーダーって、フライスっていうのがお素材の名前になるんですけど、ゴム編みっていう生地の編み方になってるので、あの結構なんていうのかな、しっかりめの生地感ですよね。なんですけど、ちゃんと横にこう伸縮性があるので、肩周りだったりとか身幅とかすごい伸縮ストレッチが効いてて、着心地がいいものになってます。はい、結構なんかこの春先に出る生地感ってこういうの多いですよね。うん、そうですね、ちょっとしっかりめで、うんうん、なんかあの肉厚のものでストレッチが効いてて、綿素材でっていうのが多いので、綿 100% なんですけど、その編み方で伸縮性もあるので、まだ今の時期だとアウターの中に着ることが多いと思うので、そういう時にこう重ねていただきやすいものになっております。はい、ロッティほどあの薄くてペラッとした感じではなくて、うんうん、結構しっかりめの生地になりますね。そうですね、はい、先日ライブでご紹介したの後ろに星がついてるロンティはちょっと本当薄めの、ね、はい、カット層だったと思うんですけど、はい、それよりも全然しっかりした生地感、肉厚のものになってて、ね、透け感もないので1枚で着やすいですし、まだちょっと寒いので中に例えばタートル重ねたりしても可愛いですよね。これだったら可愛いと思います。いい感じになります。はい、私の身長156cmで、お尻がほとんど隠れてますね。3分の2は隠れてると思います。大久保さんの身長だと、私の身長で、ちょっと下ワイドストレートのパンツ履いてるんですけど、だいたいデニムのポケット上ぐらいですかね、ちょっとお尻にかかるぐらいの長さになります。はい、ぐらいです。すっきりしてるので、はい、してます。こんな感じです。で、別になんかこのここがそこまでなんか引っ張って広がる形じゃないので、ほんとすっきりしてるし、そんなに甘すぎない感じになります。で、あと身長ある方だとよくあると思うんですけど、お袖短いってなりがちなんですけど、私でもこれぐらいはあるので、しっかり。お袖の長さもあって、肩周りもちょっと落ちてるので、ね、肩張って気になるって方とかは、はい、なんかちょうどスッキリ着ていただきやすいんじゃないでしょうか。はい、あのもしお袖長いなっていう方はこうやって曲げていただいてもいいと思います。可愛いですよね、曲げたら。そうですね、ちょっと長めなので、長めできるのも可愛いんですけど、もしあの動きにくいとかいう方はちょっと曲げていただいてもいいかと思います。やっぱ春
春あのなってないですけど、うん、あの春になるとボーダーとかね、デニムすごい着たくなるから、ね、コメントでも皆さんなんか春ですねとか、はい、春が来てますねとか、あーそうです、うん、春そうです、なんかね来週めちゃくちゃ寒い、先週は暖かかったんですよね、関東の方も多分先週暖かかったですよね、うん、15、6度ぐらい、そうですよね、福岡も18度とか、そうそうそう、本当に3月ぐらいの気温っていうね、そう日があったんですけど、なんか来週今週とか来週24とか5とかがまた雪予報、大寒波って言ってましたね、ね、そうなんですよ、もう皆さん気温差お気をつけください、ボトムスの裾が広がっているので、はい、ボトムスはスリム系が合いますかってことなんですけど、そうですね、そうですね、まあ、小柄な方だと多分ちょっとスッキリめのパンツの方がいいかなというふうに思います、私の身長の方だと、はい、ロングスカート合わせとかも可愛いかなって思うんですけど、うん、スカートのシルエットにもよるので、どっちかっていうと、なんて言ったかな、マーメイドっぽい、こう、ストンって落ちて、ふわって広がるような形のものとかの方がいいかなって、なんかちょっとボリュームがあるようなフレアの、うん、あの、ちょっと張り感があるようなものとか、あとどうしてもこう広がって2段にあって広がって見えちゃうの、ね、うでね、もしスカート合わせられるならちょっと落ち感があるようなお素材のものとか、うん、ちょっとストレートのシルエットのものの方がいいかなと思います、うんうんうん、はい、じゃあちょっとコートいっちゃいます、はい、で暖かさを着るために合わせるおすすめインナー、インナーはありますか、インナーね。今はどうなんだろう。もう皆さんこのリアクションにお察しいただいたかと思います。2人こんな揃うことないですね。今インナーがちょっと少ないですもんね。そうですね。だからあのタンクトップとかはあるので、あのここがちょっと横空いてて気になるなっていう方は、今トワミ全店でお取り扱いしているオーダーさんのタンクトップをちらっと見せてもらったり、ちょっと前にご紹介した、うん、あのメイン 100% のシアのインスタライブでもご紹介したタートルとか、あのやっぱりボーダーでカットソー生地とかなので、あのどっかちょっとこう抜け感出すって感じだと、ああいうシア系のインナーとかは可愛いんじゃないかなと思います。ちょっと今ないんですけど、取り扱いはしてないんですけど、まあ、もし買われてる方とかお持ちの方いらっしゃったら、ちょっとシアー系のタートルとかをね入れていただくと、あの暖かく着ていただけて、なおかつ可愛いと思いますので、はい、なるほどです、お察しいただきました、ありがとうございます。そうなんです、ちょっとインナー不足でね、そうそうですね、あのまたなんかカラーのねパンプ合わせたりとかだけでも全然可愛いと、はい、はい、入ってくるのをねぜひお待ちいただければと思います、はい、はい、じゃあちょっとアウターいきますか、アウターいきますかね、そしたら、はい、さっきから私が着ているこちらのアウターの方、こちらもステラシフォンさんです、違う、私ボーダーのお値段、そうですか、大事なこと、うんうん、トップスの方がお値段がちなみに今日ですね、このご紹介している、アウターとこのトップスはちょっと店舗限定になっているので、はい、オンラインがちょっと乗らないんですけれども、ぜひね、もし来れる方は店舗に見に来ていただければと思います、はい、ボーダーの方が、19,800円に消費税入りますので、21,780円になります。はい。で、トップスの方はもちろん手洗い可能になっておりますので、ご自宅でお手入れ可能になります。はい。はい、そしたら、アウターの方いきます。はい。お願いします。アウターの方が、こちら、ちょっと見覚えあるぞっていう方、いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、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 私たちもね、入ってきた時に、うんうん、これあれみたいな、うん、おっ、みたいな、なんだろうけど、こちらと、パエル的だね、そう、去年の春に、一応店頭の方にも入荷しておりましたし、インスタライブでも、サタクマでしたね、サタクマの方でご紹介させていただいてた、あの、はい、アウターになるんですけれども、ライトシェルバルキーナイロンタフタコートっていう、コートになります。で、カラーが、今伊原店長着ていただいているのがブラック、はい、で私が着ているのがライトカーキになります。ちょっと光のあたりで色味あれかもしれないんですけど、実物ちょっとなんていうのかな、そうですね、ミントグリーンみたいな、うん、ちょっとこう柔らかいグリーンですね、感じですね、うん、なんかあのそんなにカーキカーキした感じではないね、なんか綺麗めで合わせやすいし、うんうん、本当になんか春のアウターっていう感じの色味になってます、うんうんうん、はい、いい色ですよね、うん、で結構本当に軽く
で、撥水加工がされてるので、今からの時期とかだと、まあ、梅雨時期とかまでやっぱりこうお天気コロコロ変わりますし、撥水とかになってくると春先のアウトドアとかの時にももちろん使っていただきたい、アウターになりますね。でも本当シンプルで、一応中にブラージングのグラスのコードもついているので、表から見るとすごいシンプルな感じのアウターなんですけど、中を結構本当ここ数日もなんか雨がもう、なんていうんですか、もう霧雨なんかザラーって感じなんですよ。パラパラみたいな、そうそうそう、なんかちっちゃい粒がみたいな、ちょっとよくわからないみたいな雨が降って、でなんか傘さすほどでもないけどみたいな雨の時とか、こういうのだとですね、なんか防いでくれるのですね。かね、こんな感じで結構今、はい、絞りましたね。これ絞るだけで全然雰囲気変わりますよね。なんかちょっとワンポイント、絞らなかったら本当ざっくり羽織る感じなんですけど、こうやって絞っていただいても可愛いです。着丈も箱しっかりあるので、今の身長の身長だと、もう本当すねぐらいまでですかね。すねですね、はい、はい、足首近くまであるような感じになりますね。私は今絞らず、はい、ですが、でもこの可愛い感じ可愛くないですか。お袖ボーダー出して、これやっぱね、ゴム入ってるからですね、そうですね、ぐーっと上げちゃってボーダーをしっかり見せる感じで、はい、いただくのも可愛いと思います。で、襟の感じがちょっと立ち襟にしていただくと、その首後ろとかもカバーできる感じになってるんですよね。で、これがかなり強度もあるんですけど、撥水性もあって、プラス紫外線ロックっていう特徴も入ってるので、夏手前になると皆さん紫外線、紫外線、紫外線ってなると思うんですけど、はい、早いうちから、ね、そう、結構なんか曇っててもやっぱり紫外線、強い時ってあるので、そういう時ももちろんこのアウターでカバーしていただける。結構春先になると皆さん紫外線、日よけとか紫外線よけとか言って、カーディガン選ばれる方も多いんですけど、こういうアウターだと風よけとしても使えるので、1枚あるとすごく便利です。もう親父もなくて、もう本当にすごい軽いので、なんて春ってやっぱり気温の変化がすごく多いと思うので、寒いと思って着てきたけど昼間暑くなってとかいう時もすごく多いじゃないですか。そういう時にやっぱこの軽さだと本当に持ち運びがしやすくって、でナイロンだからまあシワにもならないので、なんならね、もうちょっと着ないからバッグに入れときますっていう時もこうぐるっとしてシワになりにくいんですね、入れるので、本当にこういう羽織ってめちゃめちゃ重宝しますよね。大事です。1枚あるとめちゃめちゃ便利だし、生地感、一応お素材ナイロン 100% なんですけど、ちょっとこのシャカシャカってした素材感でもやっぱりこうデザインとかで綺麗めに使っていただけるので、1枚、お仕事通勤用とかでもそうですし、普段にちょっと羽織る用とかで持っていただくといいかなと思います。コメントで、ダブルジップですかっていうコメントいただいてたんですけど、一応ダブルジップになってます。こんな感じで、今ちょっと私これデニム履いてるんですけど、例えばワンピースとか合わせて下からこう開けて柄見せたりしてももちろん可愛いかなと思うので、ちらっと見せていただいて、スカートとかワンピースとかですね、合わせていただくといいかなと思います。でもなんかこういう羽織って本当に皆さん、いざよし暖かくなった買おうって思ったらもう本当にないんですよね。ないですよね。そう、本当になんか毎年それで買い逃してますという方多いので、そうで今各店入ってると思うんですけど、これちょっと数がすごく少なく入ってきてるので、もし気になったという方は結構早めに見に行っていただくのがいいかなというふうに思います。のお値段言いますね。お値段が、税込みで 39,600円になります。で、おサイズはワンサイズですね。さっきのトップスもこちらの方も36表記なんですけれども、ワンサイズのみの作りになっております。で、こちらもね、ざっくりしてます。中にニット重ねたりとかでも全然いけると思うので、で、襟元ないのでフード入れてパーカーとか重ねてあげても可愛いかなと思います。流行りも関係なく長く使える羽織だと思うので、1個あるとめちゃめちゃ便利ですよね。便利だと思います。
言ってたら結構いい時間になってくると思います。でさらっとじゃあデニムだけご紹介しましょうか。ちょっとねデニムだけあのちらっとお見せしますね。すねはい、なんかあの書いてますけど、はい、書いていただいてるのが、はい、これインディーマックさんの方で、はい、あのすごい一番大人気の定番のデニムになってるんですけれども、折り返し風デザインボーイフレンドデニムって言います。はい、で、カラーが一応、この薄いカラーと、もう2色ですね。これ、もう1個濃い色が2色あるんですけど、こんな感じで、この濃い方だと結構分かりやすいかなと思います、裾が。ね、折り返してると見せかけて折り返してないんですよ、これ。折り返し風なんですよね。だから本当、ここ、なんか分かります？これ。同じ布曲げてないですね。そうそうで、はい、ここの前が一段こう下がって段差つけてあるんですけど、後ろ側はまっすぐなんですよね、はい、なので履いていただくとすっきりあの見せてくれるシルエットになります。でこちらのお値段が 12,980 円ですね。ヤラティチョウ今 S サイズ、はい、SML の3サイズで、はい、S サイズを履いていただいてます。ちょっと丈短いですよねこれね。そうですね、すっきりめ、はい、なので今から、こんな感じでヒールとかフラットシューズとか、今の時期だったら全然ブーツ合わせとかでも可愛いかなって思うんですけど、す、ね、持ってきていただきやすいんじゃないですか。ワンポイントで履いていただける感じになります。ステッチが可愛い。そうですよね、よかった。本当に履きやすいので、この伸び感見てください。もうあのストレッチ、あのインディーボックスのデニム、ね、店頭の方でご購入いただいた方とか、はい、ラインの方でご購入いただいた方はもうこのストレッチ感動していただいてるんじゃないかなと思うので、ね、そうね、思うんですけど、はい、まだ同じです。買われてない方はぜひぜひ。そしてこのね、はい、このゴムです。ゴムに見えないけどシークレットゴム、はい、ゴムなので、もう本当にウエストも楽ちんなので、はい、ね、もうあのぜひ本当履いたことないという方は、まあ、今日から新宿と福岡スタートしてるんですけど、はい、各店回っていくからですね、ちょっとぜひ自分の店舗はいつあるかっていうのをあのまたコメントに書いておくのでチェックしてもらって、はい、ぜひ履きに行っていただきたいなと思います。で私履いてるのがストレートボーイズデニムっていう、はい、本当にすっきりシンプルですね、うんうんうん、以前、フレアのタイプがあったと思うんですけど、ここにあるんですけど、はい、フレアの方ですね、うん、とまたちょっと違って、うん、もう本当にこれはスッキリストーンっていう形になります、うんうんうん、見えますか、こんな感じですね、うんうん、もう本当スッキリストレートのタイプです、うん、で私ちょっと身長あるので今日 L サイズ履いてます。でも全然あの余裕はもう同じ感じであるので、あの持っていただいてるサイズ感で選んでいただくといいかなって思うんですけど、ちょっと私の場合だと少し丈があのこのタイプに比べると短いかなっていう感じはしました。フレアに比べると、はい、こっちの方がちょっと短いかなっていう感じです、うん、なんかあのこのヒール合わせだったりとかブーツ合わせとか、ね、履いていただいたらサンダル持ってきたりとかするときにはスッキリ履けるのでいいんじゃないかなと思います。あとストレートなんでね、あのお直ししてもデザイン変わりにくいので、もちろんお直しで持っていただけると長く使っていただけるかなと思います。はい、これ可愛いですよね、なんかほんと綺麗めに持ってきやすい形かなと思います。でこちらもカラーがもう一色あるので、2色ですね、インディゴと2色になります。この辺またしっかりコーディネートで、日曜日にご紹介をしたいなと思っているので、この他にも、はい、ジャージータイプですねスウェットデニムって言って、もう本当にウエストの部分がかなり楽ちんのタイプですね。はい、ね、でまあ、ちゃんとゴムで留めれるようになってて、はい、裾もね、裾もこういうスウェット生地を組み合わせてて、ちょっとシルエット的にはあのあれですね、ど忘れしましたシルエット的にはサレールちょ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 あれ何ですか、ジョガージョガー
やだもう、ね、横文字出てこないです日本人です、ね、ヨガパンツっぽいシルエットになってるから、うん、でスッキリしてるから、ね、この前ご紹介したこういうあのワンピースの下、はいはいはい、これあのこの前のワンピースの下とかに入れてちょっとカジュアルにしていただいても OK だと思います。はい、可愛いですね。なんかあのちょっと綺麗めワンピなんで普段に履くときとかにはこういう楽ちんのパンツと合わせていただいて持ってきていただくといいかなと思います。この感じが一応二肩ですね。こっちがストレートの方でお取り扱いしてるんで、これがリブワイドデニムっていう感じで同じウエストのですね、楽ちんのリブ素材になってるものといろいろ取り揃えておりますので、今は詳しく、はい、はい、福岡と今が新宿、新宿ですね、はい、で店頭の方で見ていただけますので、はい、お近くの方はぜひ来ていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、お願いいたします。たらね、結構いい時間になりましたね。はい、あっという間に、あっという間にね、終わるんですよ。15分感動してます。ぜひですね、ありがとうございます。クレアをね、たくさん持っていただいてるので、ね、はい、私もあの前入ってたタイプの愛用してるんですけど、うん、なんか今日はちょっと楽するぞとか、今日は自転車乗るぞっていう時はやっぱり入ってますね、うん、本当楽ですよ、ね、本当にあの膝の曲げ伸ばしがすごく楽っていうのでですね、まああの硬いしっかりした、前福岡でもご紹介させてもらったミューニクさんの、まあ、ちょっとしっかりめのデニムとかもですね、あれも本当にすごくいいし大事なんですけど、まあ、ちょっと楽したい時はインディマークさんとかですね、ちょっと使い分けでやっぱりデニムってあの何本持ってても使えると思うので、はい、使い分けに貼っていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。では皆さんまた土曜日のライブも見ていただけたらなと思います。はい、おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。